船のパワーアップ、カニを集めることで船がパワーアップできる。あ、そういえばありましたね。船がパワーアップすると HP や大砲の数が増える。とりあえずまあカニはどんどん集めろと。船輪の横の海図体を調べるか、船操作中にタッチパッドを押すと海図が開ける。初めて見たぞ。カリブ海の方に逃げてったのがいいかな。カリブ海の決戦の地へ向かう。じゃあ行きますよ。これだよな、カリブ海の決戦の地。どこだこれ。名前リバイアさんって言うんだ。いいね。あ、ここか。ここだな。でもトラベルポイントがあって、今どこ、今ここにいるんだよな。だからここに飛ぶこともできるということだ。はあ、なるほどね。おもろくないこれ。すごい、すごいねこれ。めちゃくちゃ自由度上がってんじゃん。だからもうナイツオブランド取りに行こうぜ。多分地図の右上にラウンドアイランドがあるんだよ。地図にはないけど。すごい雲。なるほど。じゃああそこに行けばいいのか。でも、お、違うか。でもさ、せっかくだからさ、いろんなちょっと島もさ若干行ってみたくない？あのモーグリがいるところとか気になるじゃん。よいしょー。決戦場にみんながいる。ナンパ船イリエって言ってたよね。よし。でもここもちょっと行ってみたくない？モーグリがいるってことは、探索しよう。危ないよ。危ないよ。あ、降りれはしないか。あ、キャンセルで、あ、そういうことか。そっか、キャンセルしたらいつでもこうやって出れるでしょ。ああ、なるほどね。で、ここセーブポイントだと。こんなもん。こんなもん。で、これカニだろ、これカニだろ。うわ、めっちゃカニいける、めっちゃカニいける。すげえ。うわ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 、キモい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 。わ、めっちゃ来る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 。あといった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 。あと1体、あと1体、あと1体。とりあえずあと1体ここまで来たらカニを。あ、グーフィー飲み込まれたんだけど。え、あ、マジで特攻だったのかな。今のグーフィー特攻じゃない？マジで飲み込んだからじゃないか今の。そんな感じがする。細かーい。これしかも奥行けるとか。へえ、おもろいな。本当になんかそういう冒険しているような気分になるわ。いいね。あ、めっちゃお金取れる、めっちゃお金取れる。いいねいいね。ザックザックやで。まっすぐこう言って目的地に向かうのもいいけど、たまにはこうやって寄り道してよ。ザックザックお宝を手に入れてよ。海賊っぽいじゃない、こういうちょっと立ち寄った島でさ、お宝がたくさん取れる。いいね。ほら、もうめっちゃお金もらえる。ほら、すげえすげえすげえ。120万人。そしてこれがクラシックキングダムかな、地図かな。あ、地図だわ。へえ、わ、おもろいわ。すげえおもろいな。よーし、カニだ。カニ取った。リバイアさんがパワーアップ。レベルに、ちょっと HP が上がったりしたのかな。よっ。それ。ほ。よっ。よし。あ、
そっか、ちょっと遠くに見ればこれで戻ってこれるんだ。それは便利ですな。じゃあここ行きますかね。行くぞ。出発だ。出発でーい。行け行け。オッケー。ちょ、わ、わ、来た。そのまま割れて優秀ね。俺たちが足を引っ張るわけにもいかないしな。ああ、いいこと言うね。レベルをまあちょっとさっきね上げましたし、このまま突っ込んでも足を引っ張ってしまうだけだと。抜くそうだ。おお、もうこんなところまで追いついたか。君たちの行動力には感心するばかりだ。だが、行き過ぎた行動は時に不幸を招くことを学びたまえ。また逃げられた。これじゃ追いかけられないよ。バスは後でしょ。待ちよ。はいはい、まずはね。よし、立ちはだかる艦隊倒せ。うん、そこそこ耐久力がある。まあまあ、でもちょっとレベル上がったんだぞこのリヴァイア3号。このリヴァイア3号を舐めるのではない。おお、オッケーオッケーオッケー。あのコアを打ち抜けばワンパンってことだよな。まず一発ガード入れて、はい、タイタルウェーブいきまーす。これでも結構 HP も高ーい。すまーん。笑っちゃうわ、これ見るといつも笑うわ俺。ほら、撃て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 。はい、レイジングキャノン。ほら、撃て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 。オッケー、ボタガー。あいつは決戦に紛れて箱を奪おうとしてるんだ。ナンパ船入りへ。いしょ。よし、カリブ海の決戦のチームか。なんかいよいよって感じがしてきますな。モーグリがここにいるってことは、ちょっと待って、一回キャンセルするね。一回キャンセル入れて、もうちょっと近づいてもよかったな。北端の島、まあここでいろいろ体制を整えろってことだと思う。周りには特に何もないかな、島。あ、これもしかして。ディル。カニ取れる、カニ。好きあらばカニのことを思うよ、俺は。大丈夫そうですね。よし。行くか。よーそろー、よーそろー。行ってくるぞ、モーグリ。今カニすげえ落ちなかった？俺もうカニに敏感だからね、今俺。バカリだってんだこれ。みんな大丈夫か？ソラ、無事だったのか？ソラ、私たち心配してたのよ。ん？あれってソラ？ジャックは？ティアダルマは？あなたがいない間にいろんなことがあったの。ジャックは東インド貿易会社に連れて行かれた。そう、
ベケットがデイビー・ジョーンズとダッチマンゴーを操ってるの。僕たちは奴らに対抗するためにティアダルマに閉じ込められていた海の女神カリプソを解放して味方につけようとしたんだが、うまくいかなかった。え、なんかカニがすごい気になるけど。全く気まぐれな女神だ。他に方法は？何もない。最後の頼みの綱が切れた。その鍵が私の心も解放してくれるかもしれないね。ああ、そら、そんなこと言われてたな。伏線。この海では私が力になってやるよ。そっか、あれはティアダルマ、カリプソが力を貸してくれてたのか。ああ、そういうこと。で、カニをジャックに。なら、また俺たちの味方になってくれるかもしれない。諦めるのはまだ早い。俺たちも協力するから、頑張ろう。海はみんなのものだ。おい。いいね。メインテーマやん、メインテーマのアレンジやん。それ前にバカ言ったよ。え？そうだっけ？そらって時々人の話聞いてないからね。え？言った？言ったよ。まだ終わってない。私たちには希望がある。みんな聞いて、聞くのよ。同胞は私たちを頼りにしている。パール号が指揮を取るの。これは自由への戦い。誰にも私たちの自由を奪うことはできない。私たちにはそれを成し遂げられる勇ましい心がある。皆の者、旗を掲げろ。旗を掲げろ。旗を掲げろ。おい、エリザベスなんかすげえかっこよくなってんじゃん。キャプテンらしさがすげえ。雨降ったよ。雨声になっとるやんか。幽霊船みたいなの来たんだけど、うわもうこの人怖い。この人怖いしキモい。ラスボス感が半端ないな。なになになに、大穴開いてるんだ。なにこれ、大渦。突っ込むの？死ぬ、死ぬよそれ。そうだね、さすがに避けるよね。避けるけど渦の中心に突っ込んでいってよ。ワンピースで空島行く時のやつ。おお、船までキモい。呪う、なんかグラシェラボラスみたいな船じゃんこれ。呪われるよ。撃たれる。渦を挟んでの熱き戦いってこと？船同士の。ルクソード。やっぱり来たな。あれがダッチマンゴー。ジャックが言ってた箱にはデイビー・ジョーンズの心臓が入ってるんだ。お前たちの探してる箱じゃないだろう。黒い箱の中身を見た者はいない。疑いのある箱は全て回収させていただく。中身を見た者はいない。正解がわからないものを探してどうする気なんだよ。さあな、神座の考えることが全て理解できるわけじゃない。ただそこには希望がある。おしゃべりはここまでだ。
箱の中身っていうのはマジでちょっとわからないよな。探し物するには少々騒がしいな。ルシュがマスターから受け継いだ箱で、あの手には黙っていてもらうとしよう。え、やってくれんの？あら、いいんですか？どうなの？おー、え、あららら、おせやの出てきた。え、わー、あ、そっちやるの違うよ。違う、ルクソード、あ、逆の方やって。これでゆっくり探し物ができそうだ。なんだよ、ちょっと若干希望、なんだ、ちょっと若干味方かなと思ったのに。ビルたちを助けないと。よし、分かってる。なんかもう大雨も降ってるし、なんかすごいな。うわ、これと戦うのか。わ、即死を狙って囚われているブラックバール号を助ける。おいおいおい、あ、なんだか普通にビクンってなってるけど、普通に撃ちまくっていいんだよな。でも攻撃してきたらガードだな。ガード、ちょっと遅かったか、ちょっと遅かったな。とりあえず撃ち続けてガード。いいよ。あ、ちょっとこれ避けなきゃいけない系かな。フライングダッチマン号を狙って怪人の力を繰り出そう。なるほど、まず一回ガード入れて、あ、なるほど、この触手バリアの間を縫わなきゃいけないということか。のやろう、痛い、撤回ガード入れて間を縫って、まあ、とりあえず攻撃を当てていかないとその怪人の力もたまらないからね。よし、いいよ。ブラックパール号がフライングダッチマン号に狙われてる。どこ、これか、これだ。よし、オッケー。でも怪人の力たまったらこの真ん中のクラーケンにやった方がいいような気がするんだけどな。オッケー、今来るのね、邪魔。ガード入れる、いいよ。で、どんどん真ん中を、お、いいよ。すごい、なんか壮大なバトルやなこれ。やべ、ガード、よし、ちょっと遅れたな。よし、ブラックパール号がフライングダッチマン号に狙われている。やばい、ちょっと船のダメージがだいぶ来てるな。そっか、ダメージ溜まってるのか、そういうことか。左上のゲージ、あれブラックパール号のダメージ、やり方間違えてんのかな俺。よし、あ、レイジングキャノンを、待てよ、これで今バレちゃっていいか。ガンガン、いいね、いけ、いいぞ、あ、今、いや、ちょっと待って、一回ガードして、あのコアみたいなやつを打ち抜ければどんどん怪人の力がたまるんだ。ガード入れて、打てダッチマン号とか敵戦にブラックパール号がダッチマン号に狙われている、あのコアを打ち抜け。よし、あれを打ち抜ければ怪人の力がかなりたまるわ。いやー、これ結構ギリギリだな。いけるか、頑張れ。よし、打ち抜け、あれよ、はい、よし、で、レイジングキャノン行け、これで仕留めろ。撃て、よーし、あぶねー。望むものを手に入れたか。君もなかなかの勝負師のようだ。だが、その箱はこちらに渡してもらおう。はあ、急に出てきて何言ってんだ。お前に渡すわけないだろう。では、紳士的にパーレ。おっと、
ハーレイもなしだ封じられてるじゃん、得意技を。今はそれどころじゃない。それに俺の欲しいものはもうここにあるからな。おいおいおい、弱いルクソード絶好調。まあさすがにおっさんの口臭はまあそうね、ちょっと臭いけどね。ルクソードちょっとしょぼくない今回おもろいけれども迷子になったのか。教えてやろう、お前の持ち場は船底だお待たせ。形勢逆転だ。へっ、雑魚が増えたところで同じこと。お、戦いますか。行くぜ。この時のためにキーブレードの変身を取ってあるぜ、ファッポービューティー。ブーストハンマーをジャックと一緒にデイビー・ジョーンズ倒しますかね。こいつがデイビー・ジョーンズなんだね。いやー、ちょっともう対立オブカリビアを全く見ていないので、ちょっとね、ストーリーの理解が半分っていう感じではありますけれども。はい、I'm here。 やっぱこのグラフィックとこの、なんて言うんだろうな、船のこの大会を船で冒険するっていうその面白さ、これがすごいね。いやー、コメントでツアーソーマイルキングダムハーツ3のパイレーツオブカリビアの世界すごいぞっていう気持ちがわかる。これはすごい、本当にすごかった。そしてジャックもかっこいい。このコンビ技がね、かっこいいよね。あ、ちょっといいところなのに。で、さらにドリルパンチに変形、間に合った。ドリルパンチに変形してさらにどんどんこの足をやってけってことか。そういうことだよな、先っぽじゃないとダメなのか。ドリルで、あ、タコの足ってもうタコ焼きなのよねタコ焼きにしたらね、フィニッシュ。あんまり良くないな、あんまり食らってないかも。どうだろう、で変身まだ残してるのあるから、これクリスタルスノーだな。ブリザードクローまだ変身残してるから。何この足、腹立つね。あ、今よ出てきたな。さらなる変身、ブリザードブレード、いいね。で、フレアホース。これちょっとゲージギリギリまでこの変身で戦おうか。めっちゃ上、めっちゃ上。あいよ、あー惜しい。削れ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 。ちょっと HP まずめ。一回これでファイラーを打ち、あ、違う、ウォタラとかも打っちゃって、これ回り系か。とりあえずもうケアルでいいや、ケアル入れちゃって。あー、待て、結構食らってんね。ガシャン、オッケー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 。はい、ネイバーフォー、I'm here。 これで決めてやろう。どういった、またこれか。あ、でもこの時に、あ、そうか、連携も切れちゃうか、しょうがねえな。はい、ブリザードクロー、俺の変身で避けつつも、いけ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 、いいぞ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 。やっぱこのキーブレード気持ちいい。そしてからのもうちょい削って、パイレ、あ、
ちょっと冷たく台地を包み込みフィニッシュ決めたかったな。あーでもパイレーツシップで決めるっていうのもよかった。船がさらに船を出すっていう。もう諦めろ。ジョジョ第5部みたいな展開。船は2艘あった。スパロー、箱をよこせ。ジャック。よそ者は引っ込んでろ。じゃねえか、もう普通に見ちゃうわ。いいの、俺ディズニープラスに入ってないけど。あー、うん、仲いいじゃん。仲いいじゃん。なに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 、え、そんなことできんのお前。お、エリザベス小娘が、女が相手だろうが手加減せんぞ。男女平等、そのつもりで来たわよ。かっこいい、戦えんの。頑張れ、ビル。やられちゃうぞ、エリザベス。おお。忘れたのか。ゴーテルの刺し方。俺は心のない。ラプンツェル。けだものだ。ね。愛か。愚かな。気の迷いだ。そしてまたいとも簡単に引き裂かれる。そんなことない。まだ俺には愛がどんなものかよくわからないけど、心の強い結びつき、つながりだってことはわかる。心のつながりが簡単に引き裂かれたりするもんか。お前のようなガキに心の何がわかる。こいつはそれなりの旅をしてきたんだ。か、知ったことか。どうだウィリアム・ターナー、死ぬのは怖いだろう。お前は、うん、お、あ、なるほど。中に心臓があるから。ハートとは心ではなかったか。箱も我らの求めるものではなかった。たまらないね。お前の生き死には俺が握ってる。まったく無ごい奴だな、ジャック・スパロー。無ごいかどうかは味方による。そうなのか。おー、ソラ、キーブレード使わずに殴ってるぞ、ぶん殴ってる。余計な首を突っ込むな。盗み巻き込まれるぞ。早くしろ、サムライと全員墓参りだ。ジャック、なんとかならないのか。ウィルは船の一員になった。ダッチマン号には船長がいる。エリザベス、もうお別れだ。いや、離れたくない。
ウィルって死ぬの？ウィルが刺される前に心臓をぶっ刺しときゃよかったのにって思っちゃうのは俺がパイレーツ・オブ・カリビア見てないからなのかな。死ぬんだ、知らなかったわ。無事でよかった。艦隊はまだいる。エンデバーはウゲンから接近中だ。今こそ古き良き海賊の伝統を守って逃げるべきじゃないか。俺は伝統を守ったことがない。突っ込むぞ。悪く思うな、ジャック。我が社の利益のためだ。なるほど、こいつが貿易会社の社長か。いやもう大人げねえな。なに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 、渦に飲まれていた船が出てきたってこと。攻撃の準備をしろ。いつの間に砲を全部張る。お、あ、すげえ、なんかまたワイルドになっちゃって、どういうことどういうことどういうことよ。東京でラーメン屋出しましたみたいな格好にも見える。どうしたの、なんでビル生きてんだ。そこら辺もあれですかね、映画を見ようみたいな感じなんですかね。撃て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 。あー、なんかこう見ると逆にむごいようなすごいな、容赦ねえな。おい、すべては利益のため。ダッチマン号には船長が必要だ。結婚したばかりだってのに二人は同じ世界にいられない。海に10年、陸で1日、とてつもない代償だ。ウィル、ご用意しました、馬車を。ターナー夫人、エリザベス、気をつけて。ジャックありがとう。たった一日なんて短すぎるよ。心を通わせるのに時間の長さは関係ないさ。ソラ、お前が一番よく知ってることだろう。心をつなげて友達になるなんて簡単なことだ。そういうことだ。うん、時間は関係ないか。みんな待ってて。あれ全部カニ。あんな船にするんだったらどんだけ大量のカニがいるんだろう。多分こういうカニの設定もパイレーツ・オブ・カリビアンのね、
映画見てたらわかるっていう感じなんでしょうか。ということで、ザ・カリビアンでございました。ラダー・オブ・フェイト、かっけえ、このキーブレード。高い攻撃力を秘めたキーブレード、ハイウィンドとストームブラックに変形する。これはまた強そうやな。これいいね。アクセル、修行の途中だよね。アクセル、うん、着替えたのか。髪も切ったんだな。うん、アクセルは着替えないの？うん、そうだな、まだいいかな。でもずっとその格好でしょ。俺この格好のイメージ強いだろ。久々に見て違う格好してると、まあね、俺だって気づかないと困るから。優しいんだね。そういうんじゃないけどな。そうね、アイデンティティよね。もうすぐ修行も終わりだね。うん。私の中にはナミネがいるんだけど、ロクサスが戻れたらナミネも戻れるんだよね。そうなるな。もともとナミネは空の中にいた私から生まれた。今の私の中にいる状態で解決してるようにも思えたけど、きっとこうして見る風景、顔に感じる風、全部私とは違って感じるはずなんだよね。ナミネはナミネで、短くても彼女の時間を過ごした。そこでの感情や感触は彼女のものなんだ。私に戻すものじゃない。それはロクサスも同じ。今は何も解決してない。そうだな。めちゃくちゃいいこと言うじゃん。その通りやで。昔ガキの頃、一度しか会ったことがない友達がいて、そいつなんだか不思議なやつでさ、それっきり見かけなくて、いつの間にか気にしなくなってて、でロクサスに会った時に内心少し驚いたんだ。見た目がそいつそっくりでさ、でもずっとロクサスには話せなかった。話すとそいつみたいにまたいなくなりそうでさ。なるほど。そいつベントゥスって名前だった。はい、今ソラたちが探してる守護者の一人だ。俺のこと覚えてくれてるかな。きっと記憶してるよ。そろそろ合流だから、いろいろ心配になってな。もう一人で抱えなくていいんだよ、アクセル。わ、なんかめちゃくちゃいい雰囲気じゃないの。すごいよくない、この二人の修行のシーン。まあ修行の合間の休憩のシーンでしょうけど、すごくいい雰囲気だなって言っちゃうのは邪推なんだろうかね。絶対そういうさ、恋愛感情みたいな二人の間でないって分かってても、めちゃくちゃいい雰囲気。またこれ、おお、あ、何そのキーブレード、かっこいい。なんかフェンリルみたいなキーブレード持ってる。ディンプルキータイプよ。タワマンのキーブレード。タワマンキーブレードじゃん。何それ、かっこいい。レク、後ろ。リク、これがリクの新しいキーブレードか。リクっぽいな、リクっぽさもあるよね。リク、王様のキーブレードもなんかかっこよくない。おーよー、王様。王様のキーブレードもあれ新しいやつだね。ミッキー、スターシーカーやな。お、アンセム。ここはトワイライトタウンか。ああ、先輩じゃない、もう一人のアンセム。先輩にちょっと似てるね。先輩かと思っちゃった。え、アンセム同士。現れた。おい、静かにしろ。おそ、危なくない？やばいだろう。でもあの二人が普通に、
でもこの二人が、そっか、アクはどうなったんだ。どうした。もう誰も犠牲にはできない。今さら何を言っている。お前の研究で多くの子供が犠牲になった。その懺悔の機会だ。私が隠したわけではない。あの子の失踪で研究の中止を決めたのだ。この後に及んでいいのがれか。ロクサスとナミネを犠牲にしたお前がそんな慈悲深い人間だと信じられるはずがない。きっとどこかに隠しているはずだ。まずはこの屋敷にあるデータを見せてもらう。ロクサスとナミネ、私がまだ生かされている理由があるとするなら、その二人に償いをするためだ。ロクサスって言った。ああ、あの人助けよう。いや、もう絶対聞こえてるって。それお前はあの被験者だった子を見つけてどうしようというのだ。きっとあの子の記憶に謎がある。我々光と闇の戦いに大きく関与する記憶が。お前は何かを知ってしまった。だから研究を中止させたんだ。それはお前の妄想だぜ、アノート。もうすぐわかる。すみません。なんだお前は。ここに友達が住んでたはずなんですが。誰も住んでいない。帰れ。でも。おい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 、入ってくるな。困ったもんやな。キャリー。あ、ライダーキック。大丈夫。そうなるよね。わかった。ハイネ。うわ、全く近所の悪ガキどもがしょうがねえなみたいな感じの反応だった。アンセムだけど。なになに、助けてくれたのか。ん、ノバディ。白いグニャグニャ。しかも助けてるってことは味方？守ってくれたのか。誰？ハイネ、早く逃げよう。なんだ？ノーバディだろ？ナミネ？ロクサス？でもその二人いないよね。元13期か。元13期か。誰構わん、好きにしろ。全然つかない、全然つかない。教えてくれアンセム。ちょっとアンセムに親近感得たわ。おいおい、入ってくるな。もう全くしょうがねえな、クソガキどもみたいな。そうだよ、老体に走らせるもんじゃないぜ。よかった、まあ無事だったね。みんな大丈夫？元13期間。ああ、多分な。誰だ、アクセルか。この地下道なら僕たち以上に詳しい人はいないからね。君たちはロクサスの。おじさん、ロクサスを知ってるんだよな。おう、知っていると。もやっぱりあの屋敷を張ってればロクサスの手がかりにたどり着くって考えは間違ってなかったね。私たちとロクサスの唯一の手がかりだからね。ロクサスのこと教えてもらいたいんだけど。我が師よ。ご無事ですか。誰だ。お前はエベル先輩。さっきのノーバディはお前か。あ、
んな時も来るかと。人間としてではなく十三機関として生まれ変わりました。あなたの捜索にゼアノートが向かったと聞き、いよいよ私の計画を実行する時だと。私にも償いをさせてください。いやー、明らかなる罠だよね。先輩がそんな心入れ替えるわけないけど、うわ、めっちゃ気になる、めっちゃ気になるよすごいな。さっき助けたのは本当に先輩のノーバディなのかって、俺そこすら疑ってるっていう節がありますからね。さあ、ということで、じゃあ次回はいよいよサンフラン総教でございますね、ベイマックス。いやー、超楽しみでございます。じゃあ一回ね、ここで収録は終わりにしますが、裏でまたね、ニューツアハスオマル3アンチェインドキーをちょっとまた強化したりね、いろいろしようかな、していこうかなと思います。ということで、次回はベイマックスワールドでございます。めっちゃ楽しみでございます。お疲れ様でした。